ところで成田空港といえば日本を代表する空の玄関ですが、滑走路が1本しかないためかなり混雑気味。ピーク時にはおよそ2分に1回離発着があります。そんな空港の安全を確保するために村方さんたちが動き出しました。空港の敷地内を隊列を組んで進むトラクターの軍団、一体何が始まるのかというと、春と秋、年に2回行われる草刈りなのです。ではなぜ空港に草刈りが必要なんでしょうか。もうお気づきですね。空港敷地内の草が伸びると鳥たちが集まってきて、こんなことが起こり、どんどん増えていってしまいます。飛行機にとって鳥は大敵。機体に衝突したりエンジンに突っ込んだりすると思わぬ大事故につながります。それを未然に防ぐために定期的に草刈りが行われているんです。この草のロールは1個750キロ1年で3000個にもなります。驚くことにこの草のロールとても役に立っているんです。しばらく寝かせておけば天然の肥料に変わります。これが周辺の農家に配られ、今大ブームの有機野菜の栽培に使われます。この日も近くの農家の方がこの良質の肥料を受け取りに来ていました。今は山行っても枯れないんですよ。草手に入らないんですね。だからこれがもう十何年前からもうこれいただいてるためにね、もう畑がふわふわ。やっぱりこれはいい堆肥ですね。もうこれやったら他のはもう使えないですね。思わぬところで空港の草が役に立っていたのです。